はい、どうもゆうです。今回はですね、ベルナード・シューバーの方を紹介していきたいと思います。ベルナード・シューバーですね、僕がもう金の時におすすめで出していた選手ですね。もうハイライトでも結構上げて、一人でガンガン抜いていくシーン上げたと思うんですけど、まあ、それの完全上位互換で来ました。で、まあ身長とかはまあ173、攻撃意識ですね、高いとなってて、まあ、スキル部分4、逆足3となってます。まあ、逆足さんがちょっと気になるかなっていうところは正直プレイしてても思いました。で、おすすめポジはですね、僕は4321の、左 CM とかですね、まあ、右 CM になってくるかなと思うんですけど、もしくは、442とかだったらサイドでも全然やれます。フォワードの位置はですね、ちょっと決定力であったりとかその辺は気になるんで、ちょっとあれかなっていう感じですね。で、まああと連携スタイルはベーシックで使ってましたけど、まあ正直ですね、まあシュートパスの部分上げたいとか、まあエンジンでもいいかなと思いますね。僕エンジンで使ってました。これちょっと、入れ替えた後なんで、ちょっとこの表示になってるんですけど、まあ僕エンジンつけてやってました。はい。で、まあやっぱり、ペーストパス、ドリブル上げた方が僕は使用感良かったんで、ベーシックよりかはこっちの方がいいかなと思います。で、全体的に得意なプレイで言うと、やっぱり、ドリブルですね。ビルドアップですね。僕、まあ、442の、先ほど、まあ、サイドって言ったんですけど、ツーボラでも置いたこともあって、思ったより守備がやれる。思ってたよりかは。めちゃくちゃ届くかって言われたらそうじゃないけど、まあ、片側でヨングとか、そういう完全守備的な選手を置いておけば、まあ、結構やれます。はい。で、やっぱビルドアップの時楽なんですよね。テクドリでガンガン運んでいけますし、まあ、いいポジショニングもしてますね。で、まあ、決定力もあると。ゴール前でもかわせる、ドリブルもあるんで、あとはですね、やっぱり、プレースタイルのテクニカルプラスとか、容赦なしとか、トリベラとか、フレアとか。で、まあ、パスも結構いいんですよね。的確なパスと、的確とドブの達人持ってるんで、パスも優秀なんで、まあ、そういった面で言っても中盤全然やれる選手かなと思います。はい。で、しかもアップグレですね。まあ、前回リバプール引き分けて、次ニューパスも備えてるんですけど、もし3連勝することになれば、化けるなっていう印象ですね。プレイスタイルも2つくし、2アップグレーになるんで、まあ、2プレイスタイルまで行くかなって正直思ってるんですけど、はい。だからですね、まあ、そういった面で言っても優秀かなと思います。まあ、似てる選手というとですね、ベリンガムのテクニカプラスなど開拓者とかにはなってくるかなと思うんですけど、正直ここまで軽い選手ってなってくると、やっぱ虫穴とかかな。虫穴が似てるかなと思います。はい。で、まあ、評価ランクとしては僕はもう S つけたいと思います。はい。フィジカルがちょっと物足りない部分はあるんですけど、コスパ的な部分も含めて S よりですね、もう A プラか S ぐらいになるかなと思います。まあ、一回ぜひ使ってみてください。素材価格ぐらいで買えます。7万から8万。なんで、まあ、ほぼ素材に近いぐらい買えるんで、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。まあ、この後ですね、プレイハイライト動画であったりとか、あとはですね、最後にですね、転売情報の、今やってるディスコードですね、その辺の、詳細説明などもあるので、よければ最後まで見てください。